はい、ということで、ラスキンショットの大阪 TV 第18話、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっと最近、はい、コロナがあれなんで、はい、マスク両方ともしてますけど、はい、今日は、はい、シャトルのコロナ対策を紹介していきたいと、はい、あ、ソーシャルディスタンス、近い離れて離れて、はいはい、でそれも今日ちょっと狭いところで撮ってるんですけど、うん、ここはシャトルの離れとこかキッチン、台所、はい、ミニキッチンですね、はい、はい、で、新しい機械が、はい、ここにあります。これ何ですか？これね、はい、酸性電解水を作る機械ですね。でこれでコロナ対策をしてますんで、うん、ちょっとラッシーに実践してもらいましょう。了解。はい、お願いします。はい、はいはい、じゃあこの機械ですね、うん、この機械は何なんでしょうか、はい、説明してもらいましょう。はい、こちらはですね、はい、酸性電解水を、はい、作る機械ですね。お、すごい、はい、このタンクのここにですね、はい、電解液の原液が入ってます、はいはい、こちらに入ってまして、はい、これをこの機械で精製して、はい、除菌、手を洗って除菌ができるんですね。はい、はい、という形で飲んで、お、じゃあ早速ちょっと一回、はい、実際やってみますね。はい、お願いします。はい、はい、まずね、ここにセンサーがあってですね、はい、触らないでできるんですよ。お、すごい。はい、いきますよ。はい、こんな感じです。お、こんな感じですね。お、すごい。わあ、効くいえ、実際にはそんなのはないでしょ。ないね。あ、はい、一度冷凍もあります。お、すごい、はい、でですね、はい、ペーパーで拭いてもらって、はい、しっかり、この一応ね、はい、はい、見てください。データがあるんですよ、ここにね、手洗い前から、はい、この水で洗うことによってここまでですね、はい、あの菌を除菌できるんですよ。おお、すごい。素晴らしい。ちょっとね、匂いもちょっと、うん、あの普通のに水の匂いというか、ちょっと消毒っぽい匂いがしますね。へー、そうなんですね。はい、じゃあこれで、あのみんながレンタル行って帰ってきたら、これで手を洗ってコロナ対策はバッチリです。はい、やっております。はい、うん、2、1、はいはい、はい、じゃあ次は、はい、朝出勤してから、出勤して、お客様先に行くまでにどんなことをね、はい、やってるかね、僕らがするか、はい、やりたいと。まず朝来たら、はい、体温チェックします。はい、はい、こんな感じでね。はい、こっちか。はい、で僕はっていうか、まあ、みんなどっちもなんですけど、はい、アルコール運転しますからね。これはコロナじゃないですけど、はい、はい、であとここにこう丸して、はい、体調どうやとか言ってね、はい、言い悪いとかって書きます、はい、でまあ基本的にも熱があったら、そうですね、もう出勤しますも帰ってくださいっていう対応ね。そうですね、はい、はい、毎日やってます。あとお客様先では、はい、お客様先ではですね、はい、はい、このように手指消毒剤を常に持ち歩いて、はいはい、レンタル業務前にお客様先で最初にまずね、はいはいはい、しっかり消毒をしてから交換を始めます、はいはい、これスタッフね、みんな携帯しております。そうですね、はいはいはい、で、これで、はい、帰ってきたらまず電解水で手を洗う、はい、消毒してますね。で、はい、事務所はちょっと寒いけ ど、ドアを、あ、窓を開けてね、うん、はい、24時間換気をしております。しております。はい、これでコロナ対策できることをやっていこうと僕らはやっております。そうですね、はい、はい、辛い時期ですが、はい、みんなで頑張ってね、乗り越えていきましょう。乗り越えていきましょう。今回はこういうちょっとね、そうですね、あまり楽しい内容ではないですけど、ね、はい、コロナが終わるまでは頑張っていきましょうということで、はい、第18話、はいはい、緊急コロナ対策でした。はい、はい、以上、19話は楽しいよ、うん、さようなら。いいね、チャンネル登録してね。